この異世界かなりの熱じゃな。それなりにラグナロク前の文明が残されておるようじゃが。でも人が住んでいるような感じではありませんね。そうですね、長らく放置されていたのでしょう。建物も錆びついてしまっていますね。こんなところに神姫なんているのかしら。な、何今の音。かなり近かったな。誰かいるやもしれん。行ってみるぞ、お主ら。爆発音が聞こえたのはこの辺りかしら。って、辺り一面黒焦げじゃない。もう、いい加減しつこいのよ。早く魔眼の呪いに屈しなさい。私の下僕になれば悪いようにはしないわ。お前のペットになるなんてごめんだね。魔眼の呪いか。意識が。神姫と幻獣が戦ってる。いかん、あのままではあの幻獣は暴走してしまうぞ。とにかく争いをやめさせましょう。お待ちなさい。その幻獣に用があるのは私ですわよ。また神姫が増えましたね。あなたは。私はアプロディータと申します。あの幻獣クロークルワッハからあるものをいただくために参りましたの。あるもの？それは一体。お主ら、ゆっくり話している暇はないぞ。今はあの幻獣を止めるのが先じゃ。わしらも応戦するぞ。ちょっと邪魔しないでくれるかしら。もう少しでクロークルワッハを下僕に。あの神姫、クロークルワッハさんの一撃で吹き飛ばされてしまいました。ふん、あいつのしもべになるくらいなら死んだ方がマシだね。もうダメだ。俺様の分身体よ。こいつらを殺せ。行く手を阻まれてしまいましたわ。クロークルワッハが逃げてしまいますわ。今は目の前のこやつを倒すのが先じゃ。お主ら、気を引き締めてかかろうじゃ。なんとか撃退できたわね。あの分身体は倒す前に逃げられてしまったけど。吹き飛ばされた神姫を見つけましたよ。今手当てしますね。どうやらクロークルワッハに負けたようね。お主、あの幻獣を下僕にしようとしたのかな。まったく困ったやつじゃの。あら、私に意見する気？この魔眼で呪ってしまおうよ。お主、魔眼の持ち主であったか。その魔眼の呪いでクロークルワッハが暴走を始めてしまったようじゃの。私の名前はお主じゃないわ。
バロールよ。マガンのバロールという名前で通っているわ。暴走の原因はあんたのようだし、クロークルワッハの暴走を止めるまで付き合ってもらうからね。ま、私もクロークルワッハには借りがあるからね。回復してもらったし、一緒に行ってあげるわ。そういえば、アプロディーテ様、先ほど言われていたあるものとは一体何なのですか？あら、覚えてらしたのですね。それはクロークルワッハの涙ですわ。涙？そんなものを一体何に使うのよ。ただの涙ではありませんわ。肌の細胞を活性化し、若返り効果のある魔法の涙ですのよ。若返り、私も手伝うわ。だからもちろんですわ。涙はみんなで分け合いましょう。はーい、お肌がツルツルのピチピチになりますね。どのみちクロークルワッハを暴走したままで放ってはおけんからの。決まりですわね。早速クロークルワッハを追いかけたいところではありますが。クロークルワッハ様の居場所ですね。先ほど戦った分身体の居場所は魔力でわかるのですが、クロークルワッハ様本体は魔力を隠しているようです。困りましたね。問題ないわ。その分身体を倒していけばクロークルワッハまでたどり着くはずよ。そうなんですか？ええ、クロークルワッハの分身体は彼女の莫大な魔力で作り出した幻獣なの。致命的なダメージを負えば必ずクロークルワッハの元へ戻っていくはずよ。よし、そうと決まれば早速行動開始ね。美容の涙は私たちがゲットするんだから。やれやれ、幻獣の暴走を止めるのが先じゃろうが。ま、やる気のようじゃし、今は突っ込まないでいてやるかの。